皆さんこんにちは。演歌界の大御所瀬川瑛子さんは、数々のヒット曲と自身のキャラクターに恵まれ現在の地位を築きました。演歌歌手の枠を超え、バラエティ番組にも登場する瀬川瑛子さん。50代にしてミニのウェディングドレス姿で結婚式を挙げたことでも注目を集めました。そんな瀬川瑛子さんの父瀬川慎さんもまた一世を風靡した歌手だったそうです。今回は瀬川瑛子さんのこれまでの経歴と近況について調べてみたいと思います。瀬川瑛子さんは1947年7月6日生まれ、東京都渋谷区の出身です。瀬川瑛子さんの父瀬川慎さんは戦前戦後に活躍した歌手で、 NHK 紅白歌合戦がまだラジオ放送だった頃に出場しています。親子2代で NHK 紅白歌合戦に出場を果たしていたことになります。柔らかい声質で叙情的に歌うため軍歌には不向きで、戦争中は鳴かず飛ばずだったようです。しかし戦後になると、マドロス歌謡やまたたび歌謡でヒットを飛ばして人気歌手になりました。マドロス歌謡とはオランダ語で海員、水夫、船乗りという意味のマドロスがテーマになった歌謡曲のことです。またたび歌謡とは、バクトや芸人などが諸国を股にかけて旅して歩くことをまたたびと言い、その情景や心情を通して人生の指標や心意気などを描く歌謡曲のことです。そして瀬川慎さんの夢は娘を歌手にすることだったといいます。流行歌手に育てるべく5歳の頃から姉と共にレッスンを受けていました。瀬川慎さんのステージの前座を経て、1967年に瀬川瑛子としてデビューします。瀬川慎さんに教え込まれた演歌の歌心には、進んで許されざる恋を学びなさいというユニークなものもあったそうです。瀬川瑛子さんはそれ以来、いつ男性に誘われてもいいように勝負下着を持参していたとのことです。こうしたことを娘に勧める父親もすごいですが、許されざる恋、勝負下着と脳内変換する娘も負けていませんでした。 DNA を感じます。後年多くのモノマネ芸人にネタにされるようになった時、瀬川瑛子さんはとても喜んでいたとのことです。これも父の教えでした。瀬川慎さんは戦前から自分のファンであった孝子さんという女性と結婚しました。2004年2月29日に孝子さんが他界すると、2週間後の2004年3月14日後を追うように亡くなりました。その時瀬川瑛子さんは1ヶ月公演の最中だったそうです。瀬川瑛子さんは韓国や中国などとの関係があるように噂されています。しかし瀬川瑛子さんは東京都渋谷区の出身であり、父瀬川慎さんは北海道函館市の出身です。母孝子さんは韓国人か中国人なのではないかという声がありましたが、孝子さんに関しては瀬川慎さんの大ファンだったということ以外は分かっていません。真偽は不明です。仮に孝子さんの出自に関する噂が日本でなかったとしても、瀬川瑛子さんが日本国籍だということはまず間違いないでしょう。演歌の業界は1曲ヒットすればその曲だけで食べていけるとよく言われます。知名度が上がれば地方公演や舞台公演のオファーが入りますし、ディナーショーも大きな収入源になるでしょう。何より演歌は J-POP と比べて楽曲の寿命がはるかに長いのが特徴です。石川さゆりさんは津軽海峡冬景色、天城越えなど大ヒットと呼ばれるのは数曲です。山本ジョージさんは道のく一人旅で30年以上もその地位を保っています。商業的に見てどうやら J-POP とは一曲の重みがかなり異なるようです。 CD の売り上げ不振が続く中、見直されているのが演歌歌手の活動スタイルだそうです。また多くの演歌歌手は谷町と呼ばれる有力後援者の後ろ盾も持っています。瀬川瑛子さんは2017年9月のテレビ番組で、歌手は儲かるかという質問にイエスと答えた上で次のように話していました。命くれないまでの20年間は5万円、ヒット作が出たらボンと入ったと述べています。気になる年収を調べたところ、瀬川瑛子さんについては情報が一切なく、推定年収は不明でした。ちなみに大御所北島三郎さんは2億6000万円、森進一さんは1億9000万円でした。あくまで推定年収です。ただ
ここからある程度の予測はできるかもしれません。ファンからのプレゼントでベンツをもらったことがあるという瀬川栄子さん。歌謡界でのし上がっていく人はほんの一握りと言われています。2023年現在、瀬川栄子さんは今何をしているのでしょうか。5つの仕事の内容を網羅して紹介します。1つ目は歌手としての仕事です。現在も日本クラウンレコードとの契約があり、歌手活動を継続しています。また2022年にはアイレン川が発表されました。この他にもコンサートに参加されるなど、歌手として現役で活動されているようです。2つ目は麻雀の番組に出演しています。瀬川栄子さんは大の麻雀好きとして有名です。何でも雀士を目指すほどお好きで、日々練習に励んでいるようです。以前麻雀最強戦2022著名人最強決戦へ参加した様子が YouTube にありました。気になる方はぜひ確認してみてください。3つ目はファンクラブの運営です。入会金の会費1,000円、1年分会費3500円となっています。またファンクラブへの入会特典としては次の通りです。オリジナル会員証発行、金共闘を盛り込んだ会報を発行、瀬川栄子グッズの販売、毎月1回行動スケジュール、テレビ・ラジオ放送のスケジュール発送、年1、2回ファンの集い開催など多岐にわたっています。4つ目はグッズ販売です。エプロン赤2300、フェイスタオル赤1000などがあり、ちなみに代金送料500円で購入可能です。お手頃価格で買い求めることができます。5つ目はイベントや商品プロデュースに参加しています。デビュー55周年を記念してゴーゴーカレーとコラボしていました。プロデュースした秋野菜たっぷりカレーは石川、神奈川などの5店舗55日間限定で発売をしています。瀬川栄子さんが6歳年下のドラマー清水武さんと結婚したのは1999年、51歳の時です。実は瀬川栄子さんには離婚経験があるので再婚ということになります。初婚は1971年、24歳の時でした。結婚相手はレコード会社の社員だったそうです。命くれないが大ヒットしている時にはすでに結婚生活が破綻し別居状態だったとのことです。命くれないという曲は夫婦の情愛を描いた曲だったため、この歌を歌う資格があるのかと苦しんだようです。現在の夫清水武さんは瀬川栄子さんのバックバンドでドラムを叩いていました。共通の音楽がきっかけで付き合うようになった2人は3年間の交際を経て結婚しました。瀬川栄子さんは結婚式でミニのウェディングドレスを着ました。それがかねてからの夢だったようですが、もともとスタイルには自信があった瀬川栄子さん。それもそのはずで、若い頃は演歌歌手でありながらグラビア写真なども撮っていたそうです。瀬川栄子さんは独特の天然キャラでも有名です。瀬川栄子さんの夫清水武さんはあのまったりした話し方と性格についていけるのかと気になりますが、今でも2人はダーリン、ハニーと呼び合っており、何年経ってもラブラブが止まらない状況だと伝えられています。瀬川栄子さんはテレビ番組などで夫の清水武さんについて聞かれると、いろいろなことを協力してくれるとのろけています。しかし実際のところはゴミの分別だけとも伝えられています。何はともあれ、2人だけの世界には誰も入り込めないということでしょう。現在子供はいないようです。再婚時に瀬川栄子さんは50歳を超えていました。結婚生活21年を迎えた瀬川栄子さん、時には夫にイラッとすることもあるのだそうです。自宅で夫婦揃った時のこと、夫は見たいドラマがあるのに瀬川栄子さんの好きなドラマ相棒を一緒に見てくれたといいます。しかし夫は登場人物の家系図や言葉が聞き取れないと、たびたびリモコンで画面を止めて確認します。これについて瀬川栄子さんはピッとイラッとしますと述べています。夫の清水武さんは身長180センチメートルの関西人、喧嘩になると負けちゃいけないと思い瀬川栄子さんは言い返すようです。しかし横で愛犬たちがブルブルと震えてしまうのだそうです。時には寝室を別にして家庭内別居をしたこともあるようです。
瀬川栄子さんは二人とも再婚なんだからいろいろ辛い思いもしたし、そういう愛犬の気持ちを分かってあげなきゃねと愛犬たちの気持ちを考えて仲直りするそうです。二人の優しさがうかがえます。そんな幸せな生活を送っていた二人の2020年は大変な思いをしたようです。瀬川栄子さんが2度の手術と入院をして10キロも痩せてしまったそうです。4月に毎年受けている胃と腸の検診で腸の複雑な場所に小さなポリープが発覚しました。1ヶ月入院し、さらに回復に1ヶ月、術後は2週間の飲食禁止生活を送ったとのことです。その3ヶ月後には急性胆管炎になり 4,5 日入院しました。コロナ禍で身内とも面会できず、夫とも1ヶ月間会えない日が続いたそうです。さすがに心細かったのではないでしょうか。病床にいた際には愛犬たちの写真に励まされ、手術を乗り越えたのだそうです。辛い闘病があったことで、夫婦の絆はさらに深まったようです。いかがだったでしょうか。今回は、瀬川栄子さんのこれまでの経歴と近況について調べました。いつも笑顔の瀬川栄子さんからは想像つきませんが、時にはくよくよして涙することもあるのだそうです。そんな時は素敵な旦那様に甘え、心の安定を図るそうです。これからも素晴らしい歌声を届けてほしいものです。ご本人曰く、80歳までは歌を聴いていただきたいです。と力強く語っています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。